皆さんこんにちは。今日はアジのすじめを作ります。使用する材料は新鮮なアジ1匹、生姜適宜、昆布7センチ、塩適宜、酢適宜です。はじめにアジを3枚におろします。このように頭を取ります。お腹に包丁目を入れて内臓を取ります。お腹をきれいに洗います。まな板もきれいに洗いましょう。背中から骨の上を切っていきます。骨の上全体に包丁を入れて上の身を切り取ります。お腹の骨をそぎ取ります。残った方もこのようにして骨の上側に包丁を入れます。これで身が外れ、骨と3枚になりました。骨は捨てます。お腹の骨はそぎ取ります。バットに塩をこのくらい振ります。切った身を上側に並べます。一握りの塩を振ります。均等に振っておきます。
手に残ってる塩は皮の方にもつけておきます。ラップをかけて冷蔵庫に入れておきます。冷蔵庫には1時間以上入れてください。あんまり長く置いても塩が効きすぎるので注意してください。冷蔵庫から出しました。水分がこれだけ出て身が締められました。ついている塩を洗い流します。キッチンペーパーで水分を拭き取ります。身を上にしてバットに並べます。身がかぶるくらいに酢を注ぎます。ここに生姜と昆布を入れます。生姜は薄切りにします。昆布には切り込みを入れておきます。この状態でラップをかけます。冷蔵庫の中で1時間または数時間つけておいてもよろしいです。これはあらかじめつけておいたものです。キッチンペーパーでよく拭き取ります。背中の皮はこのようにして剥きます。皮を剥くとき、お腹のお肉が皮と一緒にそぎ取られますので注意して剥きましょう。次に中骨がこのようについていますので、指で引き抜くとこのように抜けます。骨抜きを使って抜くと簡単に抜けます。美味しそうにできましたね。こうして作っておくと、押し寿司、棒寿司、ちらし寿司、お刺身などに利用できます。新鮮なサバも同じようにして締めることができます。今日はご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。